選手、まさかのポテトアベの飛び。さあ、4度の世界チャンピオンに勝てない男、まさかのポテトアベの参戦でございます。はい、しかもヨーヨーが1個しか持っていないということは、ストリング、スリーピングもハイパーラッスル、はい、ハイパーラッスルということでですね、ちょっと余裕があったら形状を見せていいですか。はい、全然バタフライ型でも何でもないヨーヨーで来ましたね。さあ、彼がどこまで行けるか楽しみです。ではまず、ブランコ3往復レディーゴー。オーケー。さあ、この辺りは浅見姉妹といった感じでしょうか。続きまして、エレベーター 1.5 往復レディーゴー。めちゃくちゃでかく出てますね。オーケー。すごく手がプルプル出てましたね。やはり、あれも人の子、緊張ってことはやはりあるようです。続きまして、ブレインツイスター。さあ、初めて到達しました、レベル3。それではブレインツイスターやっていただきましょう。レディーゴー。さすがです、ブレインツイスター難なく決めてきました。さあ、レベル4、ムーンソルトバックフリップ。紐の上に1秒間乗せてからバックフリップスタート。ただいます、レディーゴー。拍手が起こりましたね。昔から規定トリックの鬼と呼ばれていましたが、やはり今でも健在ですね。美しい。さあ、ミドルオーバーラッシング続きまして、という、はい、ちょっと自分の手技を忘れたので見て判断したいと思います。レディーゴー。おー、なるほど、そういうことだったんですね。若いやつ理解しました。さあ、次は難しいです。この形状で果たしてできるか。キュートダムブレインツイスターマウント、果たしてこの形状にできるか。レディーゴー。おお、惜しい。練習うまくいった。しかしよく乗りました、素晴らしいですね。さあ、続きまして S2、 そこのルーティングの方に移っていきます。まず1つ目、フォワードパス。レディーゴー。早いね。はい。アラウンドワールド2周以上、レディーゴー。 OK。 さあ、続きまして、ループでループ10回以上、レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さすが、安定しております。さあ、第4回ジャパンチャンピオンシップ規定部門のですね、中距離はチャンピオンは私じゃない。さあ、第4回アスロループ10回以上、レディーゴー。はい、レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さすがですね。さあ、続きましてオーバーザフェンス10往復以上、なかなか数あります。10往復以上でした。はい、当てていきますね。はい、レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ、彼はプレーセントリックをこなしました。大技フェンスもクリアして、続きましてポップのフェンス10回以上ですね。レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うーわー、安定してます。さあ、ジェメニループ左右交互に10回ずつ以上なので合計20回ということですね。20回以上になります。イン、アウト、イン、アウトですね。イン、アウトで1回になります。レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 さあ、ちょっと難しくなりますよ。ワープドライブ、タイムワープ、ループダループを1回で行ってからやって、タッチの時はヨーヨーが下まで来た時にいっちゃう。なので前のタッチとかはアウトになりますので注意してください。レディーゴー。おお、ループダループを最初に1回やる。あ、
ードパス。はい、アウトです。さあ、だからちょっとしたミスでアウトになってしまいましたが、さすがです。さあ、なかなかのところまで行きました。さあ、続きまして次の選手を呼びたいと思います。上原智也選手です。